スイートポテト、スイートポテトは、サツマイモを、主材料とした日本発祥の洋菓子。なお、英語では、スイートポテトは、サツマイモ自体を指す。日本で言う歌詞のスイートポテトは、日本発祥のため海外ではあまり浸透しておらず、日本の歌詞のスイートポテトに相当する公式な英語は、ない。歌詞のスイートポテトを英語で言う必要があるときは、スイートポテトケーク。 スイートポテトタートなどと呼ぶこともある。スイートポテトの主な作り方は以下の通り。裏干ししたさつまいもに砂糖、牛乳、無塩バター、好みで香料、洋酒などを混ぜる。小さなアルミホイル皿の上に楕円型に成形して乗せたり、星型の絞り袋で押し出したりする。焦げ目をつけるため表面に卵黄を塗る。オーブンで焼いて作る。なお、 地域によって一般的に使用されるサツマイモの品種が異なる。サツマイモの品種の違いによってスイートポテトの味わいも異なるためスイートポテトの味わいや特徴にも地域差がある。スイートポテトスイートポテトは日本が発祥である。公安者や発祥地域が国内のどこなのかといった詳細は記録がなく明らかになっていない。 サツマイモを洋菓子の取材料とするのは明治時代に始まった。もともとサツマイモにケーランと砂糖を混ぜてサツマイモの皮に盛って料理としていたものが1887年に小さく作って表面に卵黄を塗って焼く菓子に変わった。戦後各地の有名な複数の菓子店がスイートポテトを売り出しスイートポテトが全国に定着していった。 紫芋じゃがいもを原料に使ったもの、皮を利用した土台、カスタードクリームを下段にしたものも存在する。AB、スイートポテトは日本発祥。スクールブログ福井公営会話教室42020年7月、閲覧 ABCDE スイートポテトのルーツはスイートポテトの歴史や作り方、おすすめ商品を解説どれ買うどれ買う株式。 会社スマートメディア2020年7月閲覧 NHK 総合月刊野菜通信2012年9月30日放送日本洋菓子協会編日本洋菓子市1960年ありがとうございます